はい、皆さん、こんにちは。極貧弱小 YouTuber のゲストです。1月30日、日曜日ですね。早いもんでもう1月も終わりですね。はい、今日はですね、本当はですね、もう世間ではですね、中華ガジェットの、話題の方はね、OD に移ってまして、私もね、一応注文してるんですけれども、ちょっとね、まだまだ来なそうな感じなので、まあ、手持ちのね、こちらのレトロイドポケット2プラス、こちらまだ検証しきってないので、こちらをね、順次検証して動画の方を出していこうかなと思いますので、皆さんね、いつものようにお付き合いいただければと思います。はい。ということでですね、今日はレトロイドポケット2プラスを使って、ゲームキューブのね、方を検証していきたいと思います。で、アンツの総合スコア10万前後なので、バイオハザードとかね、その辺のちょっと重ためのタイトルはおそらく無理かなと思いますので、今回もね、前回の Wii に引き続き、ちょっと軽めのタイトルを集めて、動作検証していこうかなと思いますので、最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。どうぞ。
Thank you.
はい、皆さん、本日も最後まで動作検証の方お付き合いいただきお疲れ様でした。本日はこちらのレトロイドポケット2プラスを使用しまして、任天堂のゲームキューブの方を、エミュレーターの方ね、動作検証を行ってまいりましたが、いかがだったでしょうか。10本ほど走らせて、まあ、概ねね、どれもそれなりには動いてるなっていう印象ですね。で、まあ、正直な話は、やっぱり、性能的にね、ちょっとギリギリなラインで走ってるなっていう印象は否めなかったですね。動画の方ではね、それなりに動いてるのは確認できると思うんですけれども、これはね、クロック速度上げたりね、エミュレーターの、設定の方をだいぶいじってます。ですので、このレトロイドポケット2プラスでね、ゲームキューブが遊べるっていう、まあ、触れ込みあるんですけれども、過度のね、期待をして、こちらを購入すると、ちょっとね、がっかりするかもしれないので、その点ご注意ください。あくまでも、任天堂ゲームキューブは、まあ、おまけ程度に考えていった方がいいかもしれないですね。はい。まあ、Wii とかよりはね、だいぶマシに動きますけども、それでも、重ためのタイトルとかは、ちょっと快適に遊ぶっていうには、パワー不足かなっていう印象ですね。はい。ということで、本日の動作検証は以上となります。本日の動作検証の方が皆様の何かの役に立ちましたら幸いです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次回のね、動画をお楽しみに待っていただければと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。